どうもこんにちは。今日はバレエの広げ方、議論し尽くしてみた芸術全般編ということでお話をしていきたいというふうに思います。えっと、バレエ界でね、ちょっとした炎上騒動っていうのがありまして、今回は、えっと、山海さん周りでいろんな議論が巻き起こったんですけども、あの、な、まあ、当初はね、ただの揉め事っていうんですかね、えー、っていうところから始まったのかなというふうに思っていたんですが、まあ、いろいろ取り上げる中で、 どうもなんか本質的な問題あるんじゃないかっていうところに最終的に分かりまして、で、山海さんの前に昨年実はケッケさんっていう YouTube チャンネルさんの方が一旦、まあそういうので、まあある種炎上騒動っていうんですかね、議論が巻き起こってたんですよね、実はね。っていうところで、あのー、そこでも結局結論は出ず、で、今回も結論は出ずみたいな形、プラス、その議論が噛み合ってないっていうんですかね、A という意見に対して、そのなんかこう、 な何て言うんですかね議論になってないっていうか噛み合ってない問題っていうのがすごくたくさんあって、まあ、その辺のあたりがずっともやもやしていてそうで私結構こういうライトなチャンネルやってるんであまりそこをまとめていくのは正直ちょっとやるとすごい手間だなと思っててずっと逃げてたんですけどまあちょっとね、まあ、やっぱりやらないと私的にすごくもやもやするんで今回ちょっとまとめていこうっていう形ですねであのえっとですねまず今回はえっと今回の件 と絡めておっしゃったのかどうかわかんないんですけど、車田さんっていうね、オペラ歌手の方が、えっと、その芸術のね、バレエ とかじゃなくてバレエだけじゃなくて芸術の広め方みたいなことについてのご自身の意見というのを YouTube でアップされてでそれに対してすごく賞賛する意見が多くてですねで私のところにもこういう方がいらしてまあ、いろんなお話をされていてみたいな話が来てでそれをもとにまた議論が巻き起こってっていうことで、まあ、議論が巻き起こるのはねすごく健全なことなんでまあ、いいんですけど私的にちょっとねまとめときたいなというふうに思って、えーと 撮っていいきたいと思いますで,あの、まあ、で多分多分ですよ多分ク車田さんの意見に対して芸術周りの人々が大体ね8割ぐらいが多分こ,この方のご意見と多分一緒ですし。 一緒なんですよおそらくで車田さん自身はおそらく多様な意見を認める方なんで、まあ、ご自身の意見と言っておっしゃっていて多分違う意見が来ても「うんなるほどね」みたいなそういう感じなんですけどだけどその,その8割の中に、まあ、強硬派みたいな人もいてそれが故になんかこうバッチンバッチンになるんだろうなっていうのうち,ちょっと思ったりとかしてて。 ここをまず解き明かして、えー、次回こうバレエの話に持っていくみたいなことで、まあ、今回はあくまで芸術全般編ということで、えー、車田さんに学ばせていただこうという形で、ちょっと今回はやっていきたいというふうに思います。で、えっと、まずですね、ちょっと押さえておきたいのはバレエは広めてはいけないっていう、まあまあ、このね、広める騒動が私は騒動の根本だと思っているので、これについてちょっといろいろお話をしていきたいというふうに思うんですけど、 えっと、広める派っていうのが、えっと、バレエの認知を広げてまずは興味を持ってもらうっていうまあ大間がこういうことですよね山海さんもそうだし結ケ,ケさんとかもそうだと思うんですけどまあ細かく話するとたくさんあるんでそれはちょっと次回に置いといておおむ、ま、ねそうですとでこれをまあいいよねって思う人もいますとで一方で広め方大事派っていうのがいてバレ 過去芸術が誤解されることの懸念をしていてそれがゆえにちょっと広め方どうなのみたいなねいうことについていろんな意見を持ってらっしゃる方がいるっていうことでまあそもそもだから広めること自身について反対してる人はいないんだけど広め方で要するにブランディング価値を損なうのことをやめてねみたいなそういう意見がありますっていうことでまあ簡単に言うとここがまあこうバッティングしてるというかそれが現状なんだろうなというふうに思ってます。で えっと、それで、車田勝久さんの意見をまとめていきたいというふうに思います。で、まず、えっと、ドイツで活躍するオペラ歌手ということでね。まあ、本当にね、まあ、今回の件ですごい知ったんですけど、なんか、ね、ヨーロッパっていうか、海外で活躍してる日本人多すぎと思って、すごい優秀な方多いんだなと思って、まあまあ誇らしい感じですけどね。で、えっと、広めるという言葉は使わないで魅力を伝えるということで、まあ、YouTube チャンネルを展開されてい いいるという形ですすね。ね、はい。主に音楽ですよ、ねはいでえっと、そして、えっとえー、芸術を光として定義されてるんで、まあ、芸術のことを光と置き換えてかなりたくさんおっしゃってるんでこの辺りをちょっと抑えつつ、えー、ご意見の方をちょっと見ていきたいというふうに思います。で、えっと、 まずです、ね、問題提起として芸術を広めることが芸術にとっては良いことなのかっていうことをまずおっしゃってますと。で、えーと、日本において芸術を広めるためにはビジネス化か税金が必要ですと。で、ビジネス化っていうのは利益のために芸術の質を落とすことがありうるんで、まあ、足かせとなりうりますと。で、税金っての場合で言うと国を動かすっていうことになるんですごい難しいよねという、あちょっと見えてない。 見えてないすいません税金の場合は国を動かすのは難しいよねっていうことでまあおおむねそうすると日本で芸術を広める選択肢としてはビジネス化しかないからこれがまあまあ芸術といろいろこうバッティングするよね問題についていろいろお話をされてますとでえっと非効率 vs 効率ということで芸術とビジネスは相性が悪いってことをお話をされてますで、まあ、芸術っていうのは人間の高みに到達することを目標としている で、だからこそ強い光を放って多くの人を引きつける。で、その光に多くの人を感動させる力、光に触れた人を成長させる力があるってことで、まあ芸術はそういうものですよと。で、だから非効率になっちゃうわけですね、どうしても。で、一方でビジネスっていうのは効率的に利益を生み出すことを目指してるんで、まあここ相性悪いよねっていう話をされてます。で、えー、っと、もうちょっと色々言ってたんですけど、 で、まず、広めること自身については大事ですと。で、そして、ビジネス化された社会では、いいものよりも売れるものが優先される傾向にあって、えー、芸術の意義を保っていくのが本当に難しくなっちゃうってことですね。だから、まあ、どっかの段階で利益を優先しちゃうことが出てきちゃうってことですよね。はい。で、えー、っと、そして、広まっても芸術があ存在、 意義を失うといつか消滅する。えー、広めるときは同じぐらいの情熱で守ることが考えることが重要っていうことですよね、はい。どのように広めたいのか、広めて何をしたいのか、10年後、20年後っていうことで、広めること自体は反対はしてないんですけど、やるんだったら、まあ、いろいろ覚悟を持って、まあ、よくよく考えてやるべきだっていう、まあ、そういうご意見ですよね。はいで えっと、芸術は今存続の危機守っていこうとすることが大事ということで、まあまあ、結論として守るのが大事だよっていうことをおっしゃってます。で芸術の放つ光は強烈であるとで裕福なここですね裕福な現代の社会においては見えづらくて大変な世の中になった時に誰の目にも見えるようになりますとでその大変な時ほど人は光を求めるんでその日まで守る必要がありますと。 いうことで本当に素晴らしいご意見ですよね。で、えっと、そして気づけば守りたい人が増えるので、今ある光の多くの人に気づいてもらうこと、光を絶やさないように守っていくことは本当に大事と、えー。だから少しでも興味がある人に、芸術の本当の良さ、光に気づいてもらうことが大事と。で、本当の良さ、光は誰かが橋渡ししないと見えてこないんで、まあまあ、そこをやりましょうということですよね。はい。で、ちょっと私なりにまとめ、 たんですけど、えっと、芸術を広げるのは大事であるが、えー、それ以上に芸術の光を守ることが大事日本において広げる選択肢はビジネス化しかなくビジネス化は芸術の価値を避け消滅の危機に瀕する方向性導くもの広げるなら未来を守ることをどう と同様に考えるべき、今は芸術の光を守るために興味を持った人に芸術の本当の良さを伝えるべきであるっていうことでまあ私は勝手にまとめたんでね合ってるかどうか分かんないですけどこういうふうに読み取りました。はい。っていうことでさらにこれをちょっと私が無理やり2行にまとめてみました。で、えっと、2行でまとめると芸術の価値を伝えて、えー、光を次世代を紡ぐ、紡ぐ、紡ぐべき。<laughs> えー、ビジネス化してやみ込み 闇雲に広げることは反対ということで、まあ、反対とはおっしゃってないんですけどねまあそう読み取りましたで、まあ、広げるんだったらもっと先々まで考えていろいろっていう話もあったんですけど、まあ、2行でまとめるとこうこの辺りっていうんですかねまあ反対ってことはもうちょっと和らげてもいいのかもしれないですけどっていうことなんだろうというふうに思いますでこれがまあ多分その芸術周りの方々がまあ割と 多分中心に近ければ近いほどそういうふうに思ってる人がすごく多いのかなっていうイメージなんですよね。そうだからこれをあのやっぱり広げようっていう行動をしてくるとなんかこう嫌に思う人が出てくるっていうのは当然の流れだしやってる人もまあ分かってると思うんですけどね。だけどそこがあのバッティングしてる場合とでも今の時代に合わせるとそうでもないよねって話もあるのでその辺を含めてちょっとね次回ちょっとやっていきたいんですけど。 難しいですよね。だから、あのー、まあ、まあ、前かの動画でもお話ししましたけど、とある動画、アメリカのね、アメリカじゃないや、海外の YouTuber さんの動画紹介して、あの、ニコラ・テスラさんじゃないや、えー、っと、要は自分、 のそのの時代の長寿みたいな人ですよね新しいことやってバーっと出てきてで、その人がその業界のなんかまスターみたいな人、過去のスターみたいな人がいるわけですよね。自分もめちゃめちゃ尊敬してる。だけど新しいことやってるから否定されてる意見がありますって聞かれて、その人たちはちょっと嫌に思ってますとか否定されてるって意見言われて泣いちゃうんですよね。泣いちゃうけど、でも俺はこの道行くんだみたいな感じの話があったりとかして、まあ、とにかく時代はでもそうやって変わってってるんですけど、すごい,すごい難しいですね。一方で、守らなきゃいけないっていうね。 あのいうことですごい大事な貴重なご意見ですよね。はい、で、えー、そしてじゃあ,あのバレエ会話っていうことで、あのーまあ、ちょっと次回いろいろお話しますけどそのやっぱね、あのー、難しくてその要は、えー、と車田さんのご意見、まあ、基本的にまあドイツで住んでらっしゃるということでそういうご意見だったんですけどそれをそのまま当てはめるとヨーロッパ だったたらこれ成立するななとか思いながら見てたし、まあ、多分ご自身もそれは分かってると思うんですよだから難しいって話だと思うんですけどでも日本でじゃあそんな感じでできますかっていうとまあこう数字等々でもご紹介しますけど人口 そのやってる人口はもうものすごい勢いで減ってます。で、そもそも日本としての全体のしての人口が減ってます。その中で多分やらなきゃいけないこと、山のようにあって広げるだけじゃないんですよ。ということで、あのバレエ界が置かれてる状況というものが。まあ、その部外者がね。数字で見ただけで、これ普通にやべえだろ。っていうレベル。 感なんですよねでそんな中でその広げちゃいけないとか、まあ、言ってる場合じゃないぐらいの環境に置かれてるってことを認識した上でいろんな手を多分打たなきゃいけないんですよね。じゃないと多分その今のトップ層で活躍してる人だけは、まあ、そのまま海外に残って活躍してその食っていけるんでしょうけどそれこそ次世代に日本にバレーが残らないとかねそういうことが起こりうるんじゃないかなっていうふうに思ったんで。 そうですね。はい、あ。とか、まあみんな手弁当でやるんですかね。<laughs> っていうぐらいの感じになってると私は思うんで、それをちょっと次回やっていきたいというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。